かもしれませんが、浜にもちょっと流氷の塊が打ち上がったりしてるみたいですね。砂をかぶってだいぶ黒くなってしまってるのもあるようですけれどもね。で、沖山の方もどうやらちょっと天気が良くなってきて、うっすら流氷帯見えてるようですね。薄氷のようではありますが、おそらく沖にはちゃんと大きな流氷帯がいるものと思われます。さて、では私、皆様のお近くまでちょっと移動をしながらご案内してみようと思うんですが、4号車行ってみましょうかね。4号車の皆様、こんにちは。日本人の方いますか？ああ、お拍手してください。ありがとうございます。よかったです。結構海外の方もいらっしゃるので、一回来てきたら、はって顔されることがあって、すごく寂しい思いをします。ちょっとご協力をお願いいたします。